モデル5340の本体とプリンタシステム34は IBM が1977年にリリースしたミッドレンジコンピュータである。米国ではミニコンピュータ、日本ではオフィスコンピュータに分類されることが多い。IBM の資料では当時は小型、現在は PC サーバー等も普及したため中型と呼んでいる。主に中小規模の法人や部門の事務所利用であり、 ホストコンピュータと通信した分散処理用でもあった。前身のシステム32がシングルユーザーであったのに対しシステム34はマルチユーザー、マルチタスクであった。オペレーティングシステムの SSP はシステム34と一緒に登場した。内部文字コードは EBCDIC でありシステム3以来の IBM の簡易言語である RPG2 のほか、コボル ベーシック、フォートラン、アセンブリ言語が使用できた。漢字鍵盤機構1979年、日本 IBM はシステム34に漢字処理を可能にするハードウェアソフトウェア群漢字システム34を発表した。これはシステム34のワークステーション制御機構に最大16台までの5255漢字、表示装置、 または5225漢字印刷装置を接続し、e b シ d ック128字種、IBM 漢字システム文字セット7190字種、ユーザー選定文字4370字種を扱うことができた。5255の漢字入力用キーボードとして、漢字鍵盤機構が用意された。これは、 12字種が印字された216個のデータキーと12個のシフトキーが用意され、データキーとシフトキーの組み合わせで2568字種から選んで入力するか、漢字番号で入力するものであった。また、これらハードウェアをサポートするシステムサポートプログラムリリース6が発表された。システム十四はシステム三システム十二の後継であり、後継は、 システム36である。1985年には販売停止となった。日本 IBM、日本 IBM-IBM 管理システム34を発表、情報科学第149巻、情報科学研究所、1979年、114から119ページ、一瞬0368から 3354? ありがとうございます。